皆さんこんにちは、外苑です。実はですね、今日で僕が岸辺正明さんの曲を弾けるようになろうと思って練習を始めて1年が経ちました。そのツイッターなんかでは、岸辺正明1年チャレンジみたいな格好でその練習してる、途中経過をアップもしてたんですけれども、今回はですね、この岸辺正明さんの1年チャレンジ、この成果等々ですね、この1年の出来事をちょっと簡単に動画にまとめてみたいというふうに思います。で、今回なぜその岸辺正明さんの曲にチャレンジしようかと思ったかというと、実は僕、普段よく使っている、ギターショップさんが、ドルフィンギターズさん、大阪と東京に、お店があるんですけれども、僕は東京の方のお店によく行かせて、いただいているんですけど、そのドルフィンギターズさんの、YouTube チャンネルを見ていた時に、そのドルフィンギターズ内のインストアライブの YouTube 動画があったんですね。そこで岸辺正明さんが「少年の夢」という曲を演奏されていて、僕はその曲を見て、これなかなかいい曲だなというふうに思ってですね、ちょっとこれ弾けるようになりたいなというふうに思ったわけです。そう思ってですね、その後実際にドルフィンギターズさんに行ってですね、その岸辺正明さんの曲っていうのは、YouTube というかミュージックサイトのサブスクなんかであまり配信もされてないようなので、そのお店の人に話を聞いて、ドルフィンギターズさんに CD が、岸辺正明さんの CD が置いてあったので、CD も購入をして、で、その「少年の夢」っていう曲を弾きたいんですというふうな話をしていたところ、タブ譜も出てるよってことで、これがそのタブ譜なんですけど、こんな感じですね、さーっていう感じなんですけど、今度実際に、タブ譜も購入をさせていただいて、その練習を始めると、お店の人にそのギター始めて1年ぐらいなんですけど、弾けますかねみたいな話をしてたら、1年間ちゃんと練習すれば弾くだけは弾けるようになるんじゃないですかと、いうことだったので、早速、練習を始めるという感じで、取り組みをスタート1年前ぐらいにしましたと。で、実際にどういうふうに練習していたかというと、そのタブ譜を見ながらだいたい4小節ぐらいずつ、この4小節ずつを全部アンプをしながら、楽譜を覚えてゆっくり弾けるようになるというのを、まず4小節ちゃんとやります。で、4小節できたら次の4小節をまた同じようにやって、その徐々に最後までいくという感じですね。で、少年の夢っていうのは、どんな感じでやっていたかというと、曲がですね、少年の夢っていうのはこんな曲なんですけど、これを4小節ぐらいすごいゆっくり弾くわけですね。とこんな感じです。でこんな感じでこう4小節いって次の4小節いく。で次の4小節に行く時には、次の4小節を練習した後に最初の4小節と次の4小節を合わせた8小節を通しでまた練習する。でこれをですね必ず1日30分以上はやる感じです。で、その次になると今度はその後の4小節やるんで、その後の4小節練習しますよね。でそれが大体いくと、必ず頭からそこの練習したところまでなので12小節分こう通しでやってみるわけです。で、メインはどちらかというと新しく覚える4小節に全体の、60% ぐらい。60% から 70% ぐらいの時間を使って通しでやるのは、全体の、まあ、10%、20% ぐらいですかね練習時間、そんな感じで、まあ、ギターの練習をするという感じで、やったところ、少年の夢、実際に、覚えた。大体こう一通り弾けるようになるのにかかった日数っていうのが130日ぐらいという感じですね。今この動画頭からノーカットで撮っているのでさっき演奏したのもまあ間違えてますけど、現在の僕の1年間かけて練習したレベルがこの程度という感じです。で次2曲目いくわけですね。2曲目のに行くわけですけれども、まあ1年間で1曲覚えるつもりだったのが、半年ぐらいで1曲覚えられたので、じゃあもう1曲行こうとなった時に、じゃあ次の曲を選ぶ時にどうしようかなと思った時に、1曲目練習して思ったのが、やっぱりこのタブ譜だけを見ていると、やっぱ運指がわかんないですね。どういうふうなこの指の動かし方で弦を押さえていくのかっていうのはわからないので、実際には僕は岸辺正明さんの、YouTube のサイトとかドルフィンギターさんのサイトを見ながら、練習したわけですけれども、この動画が、多分僕ないとかなり覚えるのにも時間かかったんじゃないかなっていう風なやっぱ印象があったので、2曲目も動画がアップされている曲っていうのをターゲットにしました。そしてもう一つ大事なのが、同じチューニングの曲を練習しようと。例えば2曲目練習した時に2曲目例えばレギュラーチューニングの曲を練習したりすると、例えば1曲目覚えた「少年の夢」を練習する時にはオープン D チューニングにして、じゃあ次の曲練習するためにはレギュラーチューニングに戻してとかやると、多分どっちつかずに。なっちゃう。どっちかだけになっちゃうと思うんですよね。チューニングいちいちし直すのがめんどくさくて。なので、2曲目も、オープン D の、曲で、比較的弾きやすい曲にしようというふうに思って選んだ曲が、この、グローアップという、アルバムに収録されている花と。いう曲です。今現在の「花」という曲の僕のレベルはこんな感じでしょうかね。こんな感じです。なかなかやっぱり2曲目はまだ、今140日ぐらい目ですかね、こんな感じですね。で、2曲目も、同じ、このオープン D の、曲を選んでよかったなというふうに思うのが、運指が結構やっぱり同じチューニングだと似てくるわけですね。例えば僕はその苦労した押さえ方に5弦の6弦と、2弦の2、あ、5弦、違う、6弦の5フレットと2弦の2フレットをこう押さえるっていう、こういうふうなそのこうその何て言うかポジションがあるんですけど、このポジションっていうのは実はその花にも、少年の夢にも出てきます。で今3曲目で、同じくオープン D ので YouTube に動画も上がっているこの「奇跡の山」っていうのを練習をしているんですけど、奇跡の山もこのフォームが出てきます。で奇跡の山はまだ練習して、40日も経っていないので、まだ最初の4小節ちょっとを練習している感じです。と今この辺ぐらいまででしょうか。まあ1年、振り返ってみるとですね、ちゃんと毎日、確実に30分ぐらい練習していけば、まあソロギターを始めて1年ぐらいの初心者でもまあこのぐらいは弾けるようになりますと。で2曲目3曲目いくとスピードが上がってくる気がするんですけど、覚えるスピードが落ちます。でなぜかというとですね、例えば2曲目の「花」を練習する時にはまず最初に1曲目でやった「少年の夢」を通しで1回とか2回弾いて、でその後次の「花」の練習を1曲目と同じような感じで4小節ずつっていう風に練習していくわけです。で今、3曲目の、奇跡の山に来てるんですけれども、この奇跡の山の練習を始める前に少年の夢を1回、花を1回から2回通し練習してからこの奇跡の山の練習に入るということになるので。その全体の練習時間が一緒だと、やっぱりこの覚えようとしている曲の練習時間っていうのはやっぱり短くなってしまうので、こう習得スピードが落ちていくと。でもし僕と同じように、岸辺さんの曲覚えたいなというふうに思う人がいればですね、今僕3曲取り組んでみたんですけど、やはり一番なんか僕こう選んだのが良かったんじゃないかなと思いますね。一番少年の夢がなんとなくこう一番、弾きやすい気がします。でその次が花。奇跡の山は結構ポジションが難しいので、いやいや時間がかかりそうだなという気はしますね。であとですね、実は「少年の夢」っていうのは、CD に入っている原曲はこのように4カポなんですね。4カポです。で4カポです。で一方「花」これは CD に入っている原曲は2カポなので。ことになるわけですね。で、奇跡の富士も、実は2カポなんですけれども、僕はですね全部3カポで、はい、練習してます。要はそのこう運指が、似てくるのと、5フレットって言われた時に押さえるところが、一緒になるので、なんとなくこう全体的に同じポジションでその演奏するということができるので、この方がなんとなく、習得しやすいかなという気がしています。で、岸辺さんの、実際に動画を見ると、少年の夢は、原曲の4カポではなくて3カポで演奏されている、ケースも、結構多かったりするので、まあその自分の弾きやすいところにカポをして演奏すればいいかなというふうに思います。その先ほどの例えばこの6弦5フレットと2弦2フレットって結構これ指を開くので、そのこう下の方のフレットに来るのと上の方にフレットに来るので、やっぱりこうその指の開き方が違うので、その自分が押さえやすいところのカポでもう固定的に練習するのがいいかなというふうに思います。ただ上手くなってきて CD と合わせて練習したいっていう時には無理なので、原曲のカポにする必要があるのかもしれないですけれども、その自分が押さえやすいところのカポにして、こう取り組んでいくと。でその場合は、同じ、チューニングの曲で、やっていくと、いちいち曲が変わるたびに、そのチューニングを変えなくていいので、練習もしやすいんじゃないかなというふうに思います。なので僕はこのまま当分岸辺さんのオープン D チューニングの曲だけを練習していくと、取り組んでいくということになっていきそうかなという感じですと、いうことで、今回も拙いお話と下手くそな演奏にお付き合いいただきましてありがとうございます。ということで今回これで終わりにしたいと思います。それではまた次回。じゃあね。